はい、たまれへん著名人研究家の小村です、えー、今はですね、こちらに来ております。8区でございます。8区に来ました。これからですね、お墓参りに行くところは、猪下清さんのお墓参りに行きたいと思います。えー、2023年、えー、今年元旦、迎えました、2023年。 えー、この2023年はですね多摩霊園が開園して100周年の年になりますその多摩霊園をの生みの親でございます多摩霊園を開園させた、えー、設,計設計者ですね多摩霊園の設計者公園設計者の井下清さんのお墓参りに行きたいと思います えー、お墓はです、ね、八区一首18側の18番でございましてこちらが今、八区一首17側でこの1個ですね、えー、奥、こちらが八区一首18側になります。この列右側にですね、井、えー、下清さんが眠られる井下家のお墓がございますので、えー、向かいながら、えー、説明していきたいと思います。 えー、東京都の多摩霊園の案内パンフレットでもですね、えー、井下清さん紹介されておりますが、えー、この肩書きがですね、えー、行政ランドスケーププランナーと表記されておりますこのランドスケーププランニングというのはですね都市や地域地方広域圏国土保全に至る規模のプランニング 計計画・画策定行為のことでででごござざいいいいましてて、えー、環境・都市計画などで用用られている、えー、用語でございますもう井下清さんはですねもうその元祖と言っても過言ではございませんこの100年前ですねちょうど100年前に多摩霊園を、えー、生み出す際この多摩霊園はですね、えー、日本で初めての公園墓地、えー、としてですね作られた、えー、霊園でございます さあ、その井下清さんの、えー、まあ、略歴とともにですね。えー、この玉ねえの誕生秘話なども話していければなと思って。おります。井下清さんはですね。えー、京都の。諸郷院。村。出身でございます。陸軍軍医の。ええー、井下喜一さんの長男としてお生まれになりました。 1894年の明治27年にお父さんがです、ね、亡くなってしまいましてお母さんはです、ね、10歳のこの清さんを連れて弟の家に一時身を寄せ三番の資格を取得した後二人で暮らします。井下清さんはです、ね、醸造学を学ぶために蔵前高等工業学校へ入りましたが東京高等の学校に転校してです、ね、卒業されております。 卒業後はですね、えー、東京市のですね、役所、講演課に奉職されております。あ、今ですね、到着しました。こちらになります。イノシタ家の墓でございます。失礼します。イノシタ家の墓。いいね さあここ左右にですね帽子がございます。右側は新しい目の帽子でございますが、この左側に、えー、はい帽子ございますね。こちらに吉田清さんの刻みもございます。吉田清さんは右から三番目に刻まれておりますね。はい。戻します。 ちょうどもうここが、えー、この奥のね猪下家のですねお墓のもう奥の方は玉霊の端でございますので一般の道路になっておりますさあそれではですね猪下教師さんのご紹介の続き話していきたいと思います東京市のですね、えー、市役所 当時はまだ東京都じゃなくて市だった時代ですね、その東京市の役所の公園課に訪食されております、えー、井の頭公園、えー、これを作り上げる最初の頃からですね、日産構成園を併合して、玉川上水の南側に公園を広げる計画まで携わって、えー、公園設計を指導されました。また全国ののでですすねね植樹祭や緑化推進協議会の会長としてです、ね 東京都の、えー、文化財保護委員会の専門委員渋谷沢栄一さんのですね、発起されました白河落語公、えー、検証会とかですね、えー、鳥居隆三博士の、えー、武蔵野会、えー、これらの創立以来ですね、えー、戦後の武蔵野文化協会再発足から死去するまで井の頭、えー、池中心のですね、郷土文化の柱として活躍されました。 1923年の大正12年にですね東京市のですね2代目の公園課長に就任されております、えー、同年かねてより建設に携わっておりました我が国初のですね公園墓地のこの玉墓地をですね誕生させております井、えー、下清さんがですね玉墓地を開園させるまでの流れも紹介していきたいと思います1903年 1903年の明治36年、林学博士のです、ね、白澤康美さんからです、ね、ドイツのハピエツナーによる風景墓地の研究発表を教えてもらったことが、まあ、公園墓地研究の動機となります日本での公園墓地研究を最も早く始めた造園家の本郷隆則さん。 えー、この援助を受けてですねまあ、師匠なんですね本郷隆典さんね、えー、援助を受けてですねまたフランスイタリアアメリカ等のですね外国都市より資料を収集し研究に従事されております、えー、この本郷隆典さん、えー、猪下清さんの師匠にあたります本郷隆典さんのお墓もですね多摩レンにございまして14区西34側でございます、えー、この後ですね、えー、ちょっといくつか、えー 紹介した後にですねこのの本ささんのお墓も紹介したいいと思います。さあ、そのようにいろいろ研究を重ねてですねそして1918年の大正7年我が国のですね、古来の習族国民感情を基本とし欧米主としてドイツなんですが墓地の形態と制度を取り入れた新墓地建設の提案を得ました。 1919年、東京市はですね、えー、墓地予定地を、えー、市外多摩村に定め、えー、新墓地の計画案を同年の12月に内務省に提出し1920年の8月東京都市計画事業多摩競争墓地として決定しこの同年のですね、12月14日内閣の許可を得て、えー、ここに正式決定を見るに至っております。 当時の玉墓地のですね、広さは30万坪、えー、そして当時の東京市長は後藤新平さんです。この後藤新平さんが新市長に就任したばかりでございまして、その助役にですね、えー、永田秀次郎さん、池田弘さん、前田多門さんをですね、任命されております。えー、ちなみに、ですね、この池田弘さん、えー、前田多門さんは玉麗にお墓がございまして、池田弘さんは肉一種、苦は5番。 前田多門さんは十六一州三川七番でお墓ございます、えー。この東京市はですね、後藤新平さんがですね新市長になりました。東京市は総額八億円の経費を持って東京市を大改造しようとしておりました。えー、この計画のですね十六校中のですね第十二番目に大小公園および広場類のですね建設および改良費として二千万円。 第13番目に葬式場、葬式場ですね、えー、納骨堂および墓地仮葬場のですね、えー、新設費として1600万円と謳われていました。この時期はですね、えー、第一次世界大戦参加による対象の後継期を迎えておりまして、えー、市の財政は潤っておりました。玉根園の建設はですね、この公共での財源で作られたということでございます。 1921年、用地の買収が完了しまして、そして1922年から工事が着手、1923年の4月1日、ちょうど100年前ですね、開園しました、玉まれは開園しました、そして4月20日からですね、供用を開始しております。初年度の使用者は、ですね当時、アクセスも悪かったことからですね、578人と、非常に少ないスタートでございました。 しかし、ですねこの玉レー園が開園した半年後の9月1日、えー、関東大震災が起きます、えー。関東大震災によって被災した寺院のためにですね玉、えー、レー園の中に、えー、寺院専属区画の設置、えー、を行っております。 1934年の昭和9年に東郷平八郎さんの国葬による名誉礼儀への埋葬で玉墓地は一気に人気を高めていきました井下清さんはです、ね、関東大震災後はです、ね、帝都復興事業で復興小学校に併設されました52の東京市立公園をです、ね、設計・築造しております。 この頃、大塚公園もですね井下さんのですも、ね、と、えー、で、えー、市公園課の直営工事として施工され1946年の3月31日に定年になりました40年と7か月の長きにわたって勤務しましたこの東京市を退職しそして翌月よりですね東京農業大学の教授となっております。 そして、えー、東京農大のですね、復興の学園づくりに尽力されました。1963年には愛女報奨、1964年にはえ君さんと随法賞が贈られております、えー。主な著書にですね、剣母の研究などもあります。去年は89歳でございました。えー、このように猪下清さんはですね、もう40年と長きにわたって、えー、公園設計 公園の設計者、そしてこの代表となります多摩霊園の設計に携わったということでございますね、ちょうど100年前です。さあ、そしてちょっとこのお墓のですね、ちょっと墓地に戻ります、はい、ここの墓地のですね、一番左側に、おさむさん、刻まれてますね。はい 猪下修さん、この方はですね。猪下清さんのお孫さんにあたります、えー。この方、心理学者でございまして、慶応義塾大学のですね。名誉教授も務めた方でございますね。こちらは、えー、私の玉レーンの歴史、アニマルタマレーンのホームページにえー、猪下修さんのことを、えー、書いておりますので、ぜひご覧ください。 なお、ですね、この井下家のお墓はでもともと青山墓地にございました昭和13年の6月16日に青山墓地より改装されておりますそして墓地にですね、えー、はい、もうちょっと墓地の,の右から2番目のところに昭和13年6月16日に青山墓地より改装とも刻まれておりますね。 はい、こちらに井下清さんもいらっしゃいます。はい、ざっとではございますが、井下清さん、そしてえ玉、ー、レーンのですね、えー、この完成されるまでの流れ、えー、簡単に紹介させていただきました。えー、なおですね。玉レーンを、えー、作る上でですね、えー、一つすごく、えー、公園墓地設計の時に、えー、計画されていたのが。 碑石行像区というのが考えておりました。要は多摩陵園のお墓だけではなくてですね、公園墓地ですので沿、えー、路やあのー、日沿いにですね碑石碑石を建てようという計画が当初より上がっておりまして多摩陵園にはですね多くの秘石行像が立っております。 その中で鳥居隆三博士、まあ、武蔵野会で一緒に共にしておりました鳥居隆三さんのです、ね、記念碑をこの井下清さん、建てているんですね。ちょうど鳥居隆三さんが亡くなった2年後にこの井下清さん、自らの手で設計しております、建てております。ちょっと次の動画はですねこの鳥居隆三さんの記念碑をですね紹介したいなと思います。 はい、ではお墓参りしたいと思います。 はいえー、多摩霊園の生みの親でございます、えー、猪下清さんのご紹介、そして多摩霊園の、まあ、簡単な、えー、完成までの歴史も、えー、紹介させていただきました。ちょっと次はお墓ではなくてです、ね、で、えー、多摩霊園に、えー、あります、鳥竜隆三さんのですね、記念碑、この猪下清さんが建てました鳥竜隆三さんの記念碑をですね、紹介したいと思います。以上になります。